ミリタリーオイル。とんでもなく、やりにくい相手だったわ。さあ、準備はいい？雷撃の槍でひるませて、その隙を砂鉄の剣手応えなし、逃げられた高速移動と肉体強化、いや違う、そして今はどうでもいい味の開きだぜベイビー。分かっちゃいたけど、どう考えてもサイコキネシスじゃないわね。滑るような移動方法に瓦礫の盾にめり込ませるほどの拳、そして材質不明の剣。なんだこいつ、一体どんな能力なの。その液体オイル、チェー、出し惜しみしたらこれですよ。ジョーカーは惜しいですけど、こんな序盤で気絶するわけにもいきませんし。ただ本性を出せばこの通り、液体と固体の区別すらない特殊複合装甲、戦車の滑空砲が直撃したってノーダメージですよ。石油製品の分解と再構築、オイルなんて身の回りに腐るほどある。解説ご苦労、ミリタリーオイル。あなたのような大人の都合が通じないレベル5をプロジェクトから排除するために作られた安定戦力としてのレベル4ですよ。はあ？そういう種類の闇もあるってことですよ。こんなものが当たり前になるような、ねえ、硬質化したオイルと可燃性オイルの組み合わせ、ミサイルみたいなもんか。また真横から来る。嘘でしょ。腹の中心はさすがに応えますね。ですが許容の範囲内、対レールガンの模擬戦闘もやってたっつうの。まあテスト用の砲弾を受け止め損ねた動機は粉々になってましたけどね。ぶっ、ナパーム、これも部隊の常等手段。爆発力と装甲の両立はこんな荒技も可能にするわけですよ。逃げ場なんてないですよ。庭園がまっさらになってもそれはご愛嬌ってことで。誘爆の可能性を考えると電撃だってダメだ。今からじゃ間に合わない。爆風から身を守るのにオイルをかき集めてる。防御力はさっき以上、レールガンをぶち当てたってとどめはさせない。カウントダウン。それならドレスの内側から叩くしかない。3 2 1 0。集めようとしたのが間違いだったわね。石油製品の分解はできても不純物をより分けることはできてないんだ。まさか、こいつを混ぜたの。あとは磁力で操ればいつでもあんたに打撃を与えられるって寸法よ。あんたは自ら私の武器をかき集めたってわけ。今のは手加減、一回やってみて力の具合は分かった。だから次は容赦しない。あんたがまだマグネティックデブリキャノンを手放さないなら、今度こそ本気で叩きつける。これは私の復讐だから、私が満足するまでやる。私の心が満たされるまで。ダメよ、あんたには力がある、あんたには意志がある。それを無駄遣いなんかさせない。あんたが目を向け手を伸ばすべきなのは、保護者でもなければ私なんかでもなく、斉藤先生でしょ。何
の？知らないくせに何も。ええ、私は本当の斉藤先生なんか知らない。だからそれを知ってるあんたはここで私が止める。うわ！